こんにちは、こんばんは、ちまです。暑いですね。暑すぎて冷たくて美味しいアイスばかり食べてしまいます。今日話するのは百田尚樹さんの夏の騎士です。小学6年生の夏、僕と健太、陽介は勉強も運動もできない落ちこぼれだが、アーサー王の物語に感動した僕の発案で3人は騎士団を結成。クラスメイトにからかわれながらも憧れの美少女有村優子をレディーとして忠誠を誓う。彼女を守るため隣町で起きた女子小学生殺人事件の犯人を探し始めたが、百田尚樹さんの夏の騎士を読みました。この物語は勇気、それは人生を切り開く剣だという一文で始まります。読み終えた後、この一文の意味が心に響きました。読書好きの主人公のヒロシはアーサー王の物語に影響され、秘密基地を共有する友人の陽介と健太と共に昭和最後の年の小学6年生の6月、騎士団を結成します。ヒロシは勉強も運動も苦手で、父譲りの臆病なことにコンプレックスを持っています。陽介は勉強ができませんが、思いやりのある優しい少年です。母子家庭で生活保護を受けています。健太は裕福な医者の子供ですが、塾に通ったものの成績が伸びず吃音を患っています。彼らが今までの自分の殻を破ろうと勇気を持って物事に立ち向かう姿はとても爽やかに描かれています。騎士団には守るべきレディーが必要なため、クラスのマドンナ的存在である有村優子をレディーに任命しますが、その後彼女には裏の顔があることがわかります。クラスメイトたちは騎士団のことを笑い物にしてからかい始め、その中でもクラスの嫌われ者の三部のり子は一番きついからかいの言葉を投げつけます。彼女の母親は精神を病み、そのことが原因で彼女は他者に対して強くならざるを得なかったのです。先入観を持って人を判断すると、その人の本当の姿を見失ってしまうと思いました。騎士団の活動目標は隣町で起きた小学5年生の女の子の殺人事件の犯人を探すことに決まります。ヒロシは書店の店主、妖怪ババアと呼ばれる近所の老婆、新聞配達員の男の3人が怪しいと睨み、彼らは調査を始めますが、なかなか思うように調査は進みません。そんな中、彼らは優子から中学受験を目指す生徒が受験する模擬試験を受けてみてはどうかという提案をされます。レディーに頼まれて断れない彼らは模試を受けることになります。そうした中、文化祭の練習が始まりました。ヒロシのクラスの出し物は王子と姫のダンスが大きな見せ場となる眠れる森の美女の劇です。クラスの女子の嫌がらせで姫役には巫舞が決まります。ヒロシはとっさに巫舞を助けようと王子役に立候補します。文化祭の練習が始まる中、3人は巫舞に勉強を教わることになります。巫舞のおかげで彼らは勉強をする喜びを知り、勉強の成果も出始めます。彼らの勧めで巫舞も模試を受けることになります。彼らは巫舞に助けられますが、巫舞もまた彼らによって変わっていきます。模試の結果は巫舞が1位、健太が62位という4人それぞれに達成感を得ることもできるものでした。そして健太はその結果を聞いて突然吃音が治ります。彼は自信を取り戻すことができて、今まで家族に対して抱いていたコンプレックスから解放されたのでしょう。優子の本当の姿に気づいたヒロシは騎士団の解散を告げます。突然の宣言に驚く陽介と健太に、ヒロシは騎士団がなくなっても3人の友情はなくならないと誓います。文化祭の日、ヒロシとミブは練習の甲斐もあり完璧なダンスを披露します。そしてヒロシとミブの関係も
徐々に親密さを増していきます。文化祭が終わった後、彼らはミブを秘密基地に招待します。ヒロシとミブは新聞配達の男と出会い、車で送ってもらうことになりますが、ある偶然の事実から男が2人の小学生の殺人事件の犯人であることに気づきます。車を飛び降りて秘密基地に逃げ込みますが、男は秘密基地まで追いかけてきます。先に来ていた陽介と健太とともに4人は必死に抵抗しますが、男はナイフを持っていて太刀打ちできません。ヒロシが首を絞められもうダメだと思った時、一人の男性が助けに来てくれました。妖怪ババアと呼ばれていた老婆の息子でした。初めて会った時、人相が悪くて乱暴な口を利く大男だったので、彼らが怖いと思っていた人でした。彼は母親に頼まれて秘密基地の補修をしてくれていたのです。彼のおかげで4人は助かり、新聞配達の男も逮捕されました。そしてその夏、彼らは少年探偵団としてちょっとした英雄になりました。そしてそれから31年が過ぎた令和となった現在、ヒロシは小説家に、健太は医者に、陽介は事故で右腕を失うというアクシデントにも挫折することなく税理士に、ミブは2人の子育てをしながら経産省の官僚として、それぞれ目標を持って仕事に励んでいます。そしてヒロシの妻はミブなのです。ミブの職業は意外でしたが、本当に良かったと嬉しくなりました。本好きなヒロシが自信を取り戻そうと結成した騎士団は、勉強や文化祭の練習、殺人事件の犯人探しと目の前の出来事に対して必死に取り組み、ベストを尽くしていました。そしてそうしたひと夏の経験が彼らに自信と勇気をもたらし、その後の人生を大きく変えたのです。43歳になったヒロシは、人生はベストを尽くせばいい、その結果に関しては何ら恥じることはないということを学んだのだ。恥じなければいけないのはベストを尽くさないことだ。そして自分に言い訳をすることだ。僕はあの夏勇気を得ることができたと語ります。私もこの物語から勇気をもらいました。今日が幸せな一日でありますように。